メハジキは、ヒそかメハジキ族の一年草または越年草。別名、薬ク草。野原や道端などに生えて、高さは1メートル前後になり、夏に紫色の花を咲かせる。前草が産前産後婦人病、岩病などの薬草として利用されていた。和名、メハジキは、目引きの意で、茎に弾力があり、昔は子供たちが短く切った茎の切れ端を、まぶたに、 ズッカエボにして貼って、目を大きく開かせて遊んだことによる。日本では、北海道、本州、四国、九州、琉球に分布し、国外では、朝鮮半島、台湾、中国大陸、ロシア沿海地方、東南アジア、南アジアに分布する。また、北、アメリカに帰化している。山の野原、堤防、道端、荒れ地などに自生する。越年草。 根性用には、長い傭兵があり、卵円形で浅い切れ込みがあり、葉円に荒い二分巨子がある。二年目に茎は直立し、四角形で短い厚毛が多く生え、高さは50から150センチメートルになり、まばらに分子する。茎につく葉は耐性し、上部になるほど次第に小型になる。茎の下部につく葉は、長さ4から9センチメートル、幅3から7センチメートルになり、 長い傭兵があって深く三列から全列し、列片はさらに右上に切れ込んで線上皮信型となり、先は二部頭、またはーと頭になり、基部は広いくさび型になる。葉の裏面には白色の短毛が密に生え、開白色を帯びる。茎の上部の葉は傭兵も短くなり、傭心も次第に小さくなって、長さ4から10センチメートルの卵型から皮信型で、 側裂片は短くなり、最上部の形容は、頭皮心型で分裂しない。根小葉は、花が咲くときには枯れる。夏季は夏。花は、泡紅色の小型の神経花で、茎の上部の溶液に断状に数個か溜まって、は三下状になってつく。果序のもとに、死針状の短い小法がある。額は、筒状で、長さ6から7ミリメートルになり、 等しくも列して、でっぺんの先は、四場に鋭く尖り、果実器には目立つ。果敢は、長さ10から13ミリメートルの二神経で、光子色をし、外面に白い毛が密生し、下唇は前方に突き出て三列し内面に赤い、縦筋がある。湯髄は4個あり、上唇の内側に沿って伸びる。死髄は1個ある。果実は、 長さ2から2.3ミリメートルになる文化で4個あり、暗褐色から黒色で時に黒いブッチが見られるが、ブッチがないものもある。形は広いくさび型で、平田三両型で、先端は切れ形、背面は丸みがある。分け川宿、ありセえの額に包まれる。前層に白く細かい毛が密生し、特有の匂いがある。幸いは、種子で繁殖させて、 一年目の越冬は下除けを行う。花の時期の前僧を採取し乾燥させたものを漢方で三前三後の保健薬にしたことから、ますます母草と称し、種子は異孤と称する省薬になる。初夏の開花始めの時に地上部を刈り取って、屋内で風干しして、長さ2センチメートルぐらいに刻んで調整し、紙袋で貯蔵される。禅僧は、止血、浄血、 婦人病薬としての補正、抑頭量として薬効があるとされ、種子は水腫、目の疾患、利尿に効果があるとされる。前奏、種子ともに、婦人の要薬、特に産後の止血、上血、補正、月経不順、腹板に効用があると言われている。民間療法では、前奏た日量後から 8g を、水 300cc で煎じて、 2から3回に分けて服用する用法が知られている。ありがとうございます。